シャルトルはフランスの中部に位置する都市でウールイコールエイコールロワール県の県庁所在地である。シャルトル大聖堂。左右の塔で建築様式が異なる古くから死教座が置かれた腰であり、市中央部にあるノートルダム大聖堂はゴシック建築の傑作として知られる。左右の塔は建設された時代の違いにより異なった建築様式になっている。 ファサードのバラ窓やキリストの家系図を表した側廊のステンドグラス。エッサイの根はシャルトルの青といわれる青みのあるステンドグラスで13世紀のステンドグラスの極点として知られる。アンリ四世は歴代の王のうち唯一ランスではなくシャルトル大聖堂で大冠式を挙げた。大聖堂は1979年にユネスコの世界遺産に登録された。 シャルトル司教として、著名な人物には、ソウルズベリのジョンなどがいる。パリから列車で、約1時間の南西にある。人口は4361人。近隣都市を含めると87800人。シャルトル都市圏としては13681人。シャルトルは、付近の農産物の集産地である。他に、主な産業は、機械産業、電子産業、製薬業である。 ありがとうございます。